矢幡町は岩手県のほぼを中心部に位置する市和郡に属する町である。根か係の滝、南昌山、矢幡温泉、特丹城跡など町内に名所旧跡は多い。森岡市南部に隣接するベッドタウンとしての開発が進み、森岡市のロードサイド商業地区と接する。過疎化が深刻な岩手県において滝沢市、北上市とともに、 人口増加が進む自治体である。平成22年国勢調査によると人口密度は岩手県下一である。地名の矢幅の由来についてはいくつかの説がある。県中央部に位置し、森岡市の南1 0トル地点に位置し、稲作に適した自然条件を備えた県央の国葬地帯である。地勢は中央部は平坦地で、 東は一部のき北上川で区切られ、北は森岡市。典型的な内陸性気候で、夏は暑く、冬、寒いが比較的温和である。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、1.74%増の27,678人であり、増減率は県下33市町村中2位。矢町では、 岩手ナンバーが交付されていたが、2014年11月17日から、ご当地ナンバーである森岡ナンバーが交付されている。農業では米、麦、大豆などの生産が盛んで、古くから徳田米の産地として有名である。工業では、国道4号沿いの藤沢地区と岩手県道281号、矢幡瀬やん庭線沿いの小宮沢地区に工業団地を有する。 商業では、東北自動車道森岡南 IC からほど近い、岩手県道13号森岡和賀線沿いに、森岡市と市町境をまたいで隣接する流通センターを有し、卸売業、小売業、運送業などの事業所が、数多く立地する北東北の物流拠点となっている。また、岩手医科大学及び、岩手医科大学附属病院の移転により、医療系、 不動産賃貸経業種も増加している。町内中心部を JR 八幡駅と国道4号を連絡する岩手県道207号八幡停車場線が通り、道路沿いに事業所や隠し店舗が立ち並んでいる。中心部には共同組合八幡商業開発の運営するショッピングモールとマックスバリュー、ホーマックを格とする八幡ショッピングセンターが存在するほか、偉大周辺と 八幡駅、西口エリアにも、商業施設が出展している。周廃業務は流通センター南のみ、森岡中央郵便局が担当し、他は、市は郵便局が担当する。岩手一家大学八幡キャンパス、八幡駅一般路線バス高速バス高速自動車、国道一般国道県道主要地方道一般、県道。ありがとうございます。